はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、朝教室に入った瞬間に使える教育技術ということでお話をしたいと思います。職員聴会がある学校は普通はですね、教室に子どもたちが待っていて、職員聴会が終わってから教室に行くという形が多かったと思うんですね。その間、先生たちが会議している間、子どもたちは教室で自習とか読書をして待っているというパターンですね。まあ、そんな時に使える、教育技術というお話をします。まあ、誘拐やってる学校はですね、逆に朝先生が先に教室にもいて、そこに子どもたちが入ってくるというパターンだと思うんですけども、職員聴会の場合のね、話をしていきたいと思います。はい、1番ですね。どちらの足から踏み込むか、教室にですね、踏み込むかってことなんですが、皆さんはどちらの足から踏み込んでますか？意識してないという人もね、いらっしゃると思うんですが、私はね、これ明確に意識してました。これはね、右足からです。こうですね。こう、戸を開けて入るときに、こう、右足から入るんですよ。これ、左足から入るとこうなりますね。で、そうすると分かりますけども、右から入った方が、子供たちに対面した形になるわけですね。先生来たって感じになるので、まあ小さなことですけどね、小さなことですけども、私はね、右足から入るようにしていましたね。はい、まあ、ちょっと今度ね、左から入ったり右から入ったりね、意識して変えてみるとね、なんとなくその良さが分かると思います。はい、2番です。教室の前から入りますか、最初朝ね、あるいは後ろから入りますかってことですね。まあ教室と職員室の位置関係にもよるんですけども、まあ、基本前から入るんですけど、時々ね、後ろから入ることがありました。例えば始業式の日に教室にね、子どもたちがいて、初めて子どもたちと会うなんていう時はね、あえて後ろからおはようございますって入ってね、ちょっと驚かしてみたりね、したことありますね。あと3番とね、関連してくるんですけども、まあ、3番の話をしながら2番の話もしますけども、3番ですね、自習時の入り方。朝子どもたちが読書してたり何か勉強してて、静かにしてる状態ですね、その時に教師が入ってくる時は2番の後ろから入ってくということをよくしましたね。まあ勉強の邪魔になっちゃいけないというんで、静かに入ってって真ん中通って、あ、先生来たなっていうふうにはみんな分かるんだけども、勉強続けてて私は教卓に座るみたいな、そんな形ですね。そんな時は後ろから入ることもありました。自習室の入り方といえば、まあ子どもが勉強してますのでね、集中を切らさないようにしなきゃいけないので、前から入る場合も、まあ、ちょっと開けてね、静かに入ってって、おはようございますって言うと、みんなもおはようございますってね、声を潜めながら朝してくれたりしましたね。まあ、そのなんか雰囲気ってすごく好きだったですね。まあ、ちょっとね、ふざけてね、子供たちがあまりにも静かにやってるんで、こう開けてね、こう忍者みたいにこんなって、ね、はい、こんななって入ってって、ちょっとみんなを笑わせたりってことをね、まあ、邪魔になってますねしたりしたこともあります。あるいはね、窓がありますからね、入る前にこうずっと覗いてたりね、後ろから覗いてることもありましたけど、そのうちに結構気がつくんですよ、子供がね。で、そうするとまあ気づいてね、あ、先生だって顔してこっち見て笑ってる子なんかがいて、まあ、それから入っていくみたいなこともしました。まあ、結構ね、遊びの感覚でね、やってましたね。まあ、技術っていうんですかね、それもね。で、4番はね、ちょっと技術っぽいですかね。教室に朝入りながら、おはようございますって言った時ですね、子供たちがあんまりこう、それぞれね、勉強してたり、なんか準備してたりして、おはようございますってあんまり帰ってこないってことありませんか？まあ、そんな時はですね、こうするとね、結構帰ってきます。皆さん、おはようございますって言って入っていくとね、わっと帰ってきます。これ何かっていうとね、やっぱりいきなり、おはようございますって言われると、みんなそれぞれ何かしてるので、答える準備ができてなかったりするんですね。とっさに言える子もいるんだけど、言えない子もいるんですよ。なので、皆さんっていうふうに言って、みんな、お、先生来たなって思わせてから、おはようございますって言うと、みんながおはようございますって帰ってくるんですね。ですから、まあ、前に、ちょっと皆さん入れるとね、全然反応が違ってくるんで、やってみてください。これは個人でも同じですね。誰か個人的におはようございますって言った時の帰り方としてはね、まあちょっと返事の弱い子もいるじゃないですか。そんな時には、山田くんおはようございますっていうふうに前に名前入れるだけで全然反応変わりますので、ちょっとやってみてください。で、5番なんですけども、まあ今入った瞬間おはようございますっていうパターンをお話ししたんですけど、私の教師人生の後半の大部分はですね、入った瞬間の号令っていうのをやってました。挨拶の子がいて、
私が一歩踏み込んだ瞬間に起立って号令をかけるんですね。でみんなが立ち上がっている間に私は中心に来て手をつけして係の子がおはようございますと言って私もおはようございますというふうに言うっていうパターンですね。ですから、まあ、これは最初にちょっとそのことを練習するんですけどね、私が教室朝入った瞬間に一歩踏み込んだ瞬間に起立って号令がかかるようになってました。まあそうすると無駄がないっていうかね、そのまま行っておはようございますってすぐできるんですね。なんかこうちょっと私がねすっきりしないパターンはね、朝入ってってこう言ってね、はい挨拶しましょうって言ったりね、あと係の子号令お願いしますなんていちいち私が言わなきゃいけないのが嫌でね、ですからもう足を踏み込んだ瞬間に号令をかけるっていう約束をしておくんですよ。そうすると朝ね気持ちいい挨拶がパッとできるっていうのはありましたね。ですから私はこの5番の方法で後半ずっとやってました。はい、あと6番はねもうこれちょっとふざけてるんですけど、別人になるって何かというと、例えば先ほどのね自習してる時にみんながあまりにもシーンと一生懸命やってる時は村の先生じゃなくて別の先生になったつもりで入っていくんですね。ではこのクラスの子はすごいな、静かに勉強してるなというんですね。担任の先生誰なのっていうわけですよ。で子供も大体合わせて村の先生です。へえ村の先生のクラスってすごいクラスだねと言ってね、村野先生ってどんな先生なの、きっとすごい先生なんじゃないなんていうの子供が、面白い先生ですとかね、なんかちょっとふざけてずっこけてますとかいろいろ言って、そうなんだ、今度会ってみたいな、その村野先生になんて言ってね、全く別人になって入っていくというパターンもねちょこちょこやってましたね。まあこれは完全な遊びですけど、技術というほどでもないですけどね、まあそうやってコミュニケーション取りながら楽しく学校生活を送っておりました。はい、というわけで、まあただ単に教室に朝入るだけの時の話ですけども、まあ、その瞬間にもいろんなことができるよということでね、ちょっとお話ししてみました。3学期がここで始まったので、やっぱ担任の先生は面白いことするなっていうのをね見せるためにもね、そんなことしてもいいのかなというふうに思って、ちょっとねくだらないネタも入れてみましたけど、ぜひやってみてください。というわけで今回の動画はここまでにいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。